地は海沿いの町。運ぶ荷物はこれで全部ですか？ああ、よろしく頼むよ。それにしても一人で大丈夫かい？あそこの町は遠いからね。おまけに馬と荷車を引きながらだ。任せてください。馬のことなら平気です。あの子優しそうだったし。あんなガキに頼む仕事かよ。俺たちに頼んでおけばよかったって後悔しても知らねえからな。気にするな。君に仕事を取られた腹いせに文句を言ってるだけさ。星を吹っかける方が悪いのにな。ありがとうございます。そうだ、あそこにさっき別の仕事を頼んだ人がいるんだけど、行き先が同じ町なんだ。よかったら一緒に行くといいよ。おい君、ちょっとこっちに来てくれ。この子に君と同じ町まで荷物を運んでもらうんだけど、せっかくだから一緒に行くといい。町の外では何があるかわからないしね。はじめまして。あなたが同じ町に行く人？一緒に行って迷惑じゃないかな？ありがとう。私はジータ、よろしくね。そっか、あなたは手紙を運んでるんだ。身軽だし、何かあった時に動きやすいのは大事だよね。本当はね、この仕事を一人でこなせるかちょっとだけ不安だったんだ。前にも同じような仕事はやったことがあるんだけど、その時は最初から最後までずっと一人で、朝から夕方まで話し相手が誰もいなくて寂しかったな。今日はあなたがいてくれるから寂しくないんだ。来やがったな。止まれ、そこのガキ。あなたたちはさっきの。お前らが運んでるもん全部渡してもらおうか。抵抗しなければ見逃してやるよ。あら、さっさとしな。それはできません。頼まれた仕事はちゃんと最後までやり遂げないと。こいつビビってねえのか。余裕ぶってるのも今のうちだ。おい、やっちまうぞ。おう、覚悟しろ。あなたは下がってて。あの人たちは私を狙ってる。だからここは私だけで。なんだてめえは。用があるのはそっちのガキだけだ。邪魔すんな。ありがとう。でも大丈夫、ここから先は一人で何とかしてみせる。まんまと前に出やがって。そらよ。やっ、うわっ、こいつ早い。もう一人。以上はやめておきたいんだけど、まだ続けるなら容赦はしません。おい、行くぞ。くそ、覚えてろよ。さっきはありがとう。怪我してない？私の揉め事に巻き込んじゃって。あの人たちが仲間を連れて戻ってくるかもしれないし、すぐにここを離れないと。それにしてもひどいよね。報酬を釣り上げたから仕事を取られたのに逆恨みなんてさ。
私なら倒せるって思ったんだろうけど、私これでもちゃんと一人前の気空士になれるよう毎日鍛錬してるんだから。気空士って知ってる？気空団に所属して大きな飛空艇、飛空艇で世界中を冒険する人たちのことなんだけど、知らないよね。最近は飛空艇もほとんど見かけなくなったし、私の父さんはね、飛空士なんだ。今はこの大陸じゃないどこかへ冒険の旅に出てる。いつか私も父さんみたいな飛空士になりたい。そう思って私も飛空団を結成して飛空士になった。まだ団員は私だけで飛空艇もないんだけどね。だからまずは飛空艇を買うために修行を兼ねていろんな仕事をしてるんだ。それで、あのね、さっき助けてくれた時、私思ったんだ。こんな風に仲間と助け合えたらなって。お願い、私の気空団に入ってくれないかな。あなたと一緒に空を冒険したくって。だから、これからよろしくね。はーい、こっちこっち。今日はよろしくね。今回は遠くの町にいろんなものを配達する仕事だよ。日暮れまでに町へ着ければいいんだって。配達するものはこれくらいなら2人で背負えば十分だよね。途中で何かあるかもしれないけど、その時は一緒に頑張ろう。準備ができたら出発するよ。いい天気だね。これなら雨に降られる心配もなさそう。ねえ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、いいかな？ね、どうして気空団に入ってくれたのかなって。気空艇もないし、団員は私一人だし、あの時は勢いで誘ったから断られると思った。気空団をギルドとして王国に届け出れば支援も受けられるし、規模が大きい仕事を紹介してもらえるんだ。だからいつかはギルドとして認めてもらいたいんだけど、団員はこの間まで私だけだったし、まだ気空艇も持ってないから気空団に入ってくれる人もいなくって。それでもあなたは気空団に入ってくれた。それって何か理由があるんじゃないかって気になって。わけがあるなら教えてほしいんだ。ダメかな？遠くに。どうして？記憶ってあなたの？そうだったんだ。ありがとう、話してくれて。気空艇を買って世界中を冒険できるようになれば、きっとどこかであなたの記憶の手がかりも見つかるよ。私も一緒に探すよ、あなたの記憶。団長として団員が困ってるなら力にならなきゃ。他にもあるの？それって。誰も通らないなんて、どうすりゃいいんだ。こんにちは、どうしたんですか？お
おお、よかった、人が通りがかってくれて。この先の町へ荷物を運んでたんだが、運悪く魔物が現れたんだ。それで驚いた馬が馬車を置いて逃げ出したんだよ。魔物は必死に追い払ったけど、馬車を動かすことができなくなってね、途方に暮れてたってわけさ。そんなことが。ねえ、この人のこと私たちで助けてあげられないかな。うん、あの、私たちが何とかします。本当かい？だが見たところ君たちも仕事の途中じゃないか。迷惑をかけるわけには。それはそうなんですけど、でも困ってる人を見捨てたら一人前の気空師にはなれませんから。私がランドソルに戻って馬を借りてきます。それまでは彼が守ってくれますから安心してください。気空師、まさか地上で気空師に会うとはね。すまないがよろしく頼む。はい、じゃあ行ってくるね。あなたも気をつけて。はーい、ただいま。あの子が戻ってきた。それに馬が。お待たせしました。魔物に会っても逃げないくらい気の強い馬を貸してくれる人がなかなか見つからなくて。そこまで考えてくれたのか。ありがとう、本当にありがとう。いえ、そんな。こっちは大丈夫でしたか？魔物は現れなかったが、それでも彼は警戒を怠らずにいてくれた。おかげで安心して君を待つことができたよ。そうですか、よかった。無事に馬も調達できたし、私たちはこれで。待ってくれ、君たちはどこまで行く予定なんだ？鉱山の近くまでです。日没までに配達しないといけなくて。そこならちょうど近くを通る。二人とも馬車に乗って行ってくれ。君たちの荷物も一緒に運んでしまおう。いいんですか？これくらい君たちのしてくれたことに比べたら安いもんだ。早く出発しよう。はい、よろしくお願いします。やった、誰かを助けるといいことがあるんだね。お疲れ様、今日は大変だったね。ちゃんと日没までに配達できてよかったよ。あの人のことも助けられたし、連れてきた馬も山道に強かったから馬車を降りたらすぐ着いちゃったのは驚いたな。全部無事に済んで本当によかった。ここね、私のとっておきの場所なんだ。夕日が沈んで暗くなっていく空に星が輝き始めるのを見てると、いつも思うことがあって。気空艇であの星に向かって飛んでいったらどんなところに行けるのかなって。そうだ、あの人に会うまで話してたこと覚えてる？あなたが気空団に入ってくれたもう一つの理由教えてくれる？私の？ありがとう、そのために気空団に入ってくれるなんて。あなたってとっても優しい人だね。でも本当にいいの？私、あなたのために何も。そうだ、ねえ、こうしない？私はあなたが記憶を取り戻すのを、あなたは私が父さんみたいな気空師になるのを。お互いでお互いを助け合っていこうよ。そうしたらきっと今日みたいにまたいいことがあると思うんだ。あなたもそう思うよね？
ねえ、明日は空いてる？よかったらお昼ご飯一緒に食べない？あなたが気空団に入ったお祝いがまだだし、親睦会をやってみたくて。どうかな？やったー！ありがとう。じゃあまた明日ね。おーい、こっちこっち。朝ごはん抜いてたからもうお腹ペコペコだよ。お店は昨日予約しておいたんだ。案内するね。あら、ジータちゃん、その人が新しい気空師さん？おばさん、こんにちは。そうだよ、とっても頼りになるんだ。ジータちゃん、防具の修理が終わったから明日にでも取りに来てくれ。わかった、ありがとう。ジータだ。こんにちは。何してるの？こんにちは。今から気空団の仲間とご飯を食べに行くんだ。いいな、私も気空団に入りたい。いいでしょう。気空団には大きくなったら入れてあげるね。この町には少し前から住んでるんだけど、みんなとっても優しくていろいろ助けてくれるんだ。だからすぐに仲良くなって、今はもう近所の人たちっていうより家族みたいに思ってる。でもね、あなたも私にとってはもう家族みたいなものなんだよ。同じ気空団の仲間だもん。でも一緒にいると家族っていうより兄弟に見られそう。あなたはどっちかな。お兄ちゃんって感じはしないから弟かな。これからは私のことお姉ちゃんって呼んでもいいよ。はい、どうしたの？なんちゃって。あ、話してるうちに着いちゃった。ここが予約したお店だよ。さあ入って入って。こんにちは。いらっしゃいませ。あら、ジータじゃない。席ならあそこに取ってあるから、注文が決まったら呼んでちょうだい。はい、メニュー、メニュー、はい、これ。何か食べたいものはある？そうだな、お姉ちゃんの好きなものはって違う。ひょっとして今私のことからかったでしょう。もうちゃんと名前で呼んでよね。冗談だよ。私をからかったお返し、びっくりした？ね、このお店はこれとこれが特に美味しいんだ。とりあえず2つだけ先に注文しちゃうね。すいません。はい、少々お待ちを。どうしたの？じっと見てるけど私の顔に何かついてる？私が楽しそう？私ね、今とっても楽しいよ。こんな風に仲間と冗談を言い合うなんて、ちょっと前までは想像するだけだったから。でも今はこうして気の合う仲間があなたが目の前にいる。それがすごく嬉しくて楽しくて、今日はね、この気持ちをあなたに伝えたかったんだ。気空団に入ってくれて本当にありがとう。これからもよろしくね。私が楽しそうなのはね、あなたがいてくれるからだよ。だってあなたと出会ってから楽しい出来事ばっかりだもん。これからももっといろんなことを一緒にたくさん体験していきたいな。
焼きとお茶。たい焼きって疲れた時におすすめなんだって。甘くて美味しいだけじゃないにゃって店員さんが教えてくれたんだ。うん、やっぱりこういうのは出来たてが一番だよね。どう？美味しい？でしょ？よかった、喜んでもらえて。なんだろう、たい焼きが眩しく見えるけど気のせい。いや、たい焼きは光らないよ。何この光、眩しすぎて何も見えない。あれ、おかしいな。こっちに曲がればよかったはずなのに、どうしてこんなに道に迷うなんて思わなかったよ。どうしよう、このままだと留学初日から遅刻しちゃう。通学路のはずなのに同じ制服の人が全然通らないし、もう学校に連絡して先生に迎えに来てもらうしかないのかな。あ、あの人、椿ヶ丘の制服。あの、すみません。ねえ、待って。行っちゃった。道に迷っちゃって。あなたも椿ヶ丘の生徒だよね。お願い、学校まで連れて行って。ありがとう。私はジータ、2年生だよ。あなたは何年生？あと名前は？急がないと。そうだった、遅刻しちゃう。走っても大丈夫だから急ごう。地図があるから大丈夫。あなたは教室に行かなきゃいけないよね。同じ学校に通うんだから、きっとまたすぐ会えるよ。じゃあまたね。本当にありがとう。優しい人だったな。クラスにもあんな人がいるといいんだけど。それにしても間に合ってよかったわ。明日からはクラスの人たちと一緒に登校できるよう私からお願いしておくわね。心配かけてごめんなさい。クラスの人には自分からお願いしてみます。早くみんなと友達になりたいですし。積極的なのね。感心感心。さ、教室に着いたわ。自己紹介の準備はいい？はい、大丈夫です。よろしくお願いします。私は先に入ってみんなに説明するから、ここで待っててね。中から声をかけたら入ってきて。わかりました。起立、礼、着席。ふう、ドキドキするな。友達ちゃんとできるかな。はい、おはようございます。今日は皆さんにお知らせがあります。このクラスに転校生がやってきます。転校生？マジで？海外からの留学生だけど、日本語はかなり話せる方だから、みんな物おじせずに話しかけてあげてね。入ってきて。よし、まずは黒板に名前を書いて。名前はちゃんと書けたし、次挨拶。おはようございます、じゃなくて、はじめまして、ジータって言います。よろしくお願いします。みんな、ジータさんのこといろいろ助けてあげてね。席は彼の後ろよ。あなたは。よかった、同じクラス。
なんだね。さっきはありがとう。これからもよろしくね。はい、お疲れ様。あんたが今見てたのは夢みたいなものよ。今はあんまり気にしなくてもいいわ。あんたの人助けも案外役に立つのね。同じクラスになるなんて、ひょっとして運命ってやつ？困ってる人を助けるのはあんたの性分だろうけど、ジータも似たようなところがあるみたいだし、何かあったらちゃんと支えてあげなさいよ。さてと、今回はこれくらいにしておくわ。じゃあね。何だったんだろう、今の夢。見たこともない場所だったのに、全然変だって思わなかった。そうだ、たい焼き。よかった、落としてない。ねえ、もしかしてあなたも眠ってた？やっぱり夢の中のあの人はあなただったんだ。なんとなくそんな気がしてたんだ。学校か。あなたと同じ学校に通ってみたかったな。きっと毎日が楽しかったと思う。私ね、この町からずっと離れた場所にある小さな村に住んでたんだ。同じ年頃の子が全然いなくて、よく一人で遊んでたな。父さんが冒険に出てからは修行を始めちゃったし、あんな風に同い年の子たちと遊んだことはほとんどないんだ。ああいう生活に憧れたこともあったけど、それでもね、今はあなたが一緒にいてくれるから、いつも充実してるなって思ってるんだ。ありがとう。今ね、あなたならそう言ってくれるんじゃないかって気がしてたんだ。じゃあ明日も充実した一日にするために、次の仕事を探しに行こっか。無事に町まで到着できましたね。お疲れ様でした。こいつが報酬だ。魔物が出てきた時はヒヤッとしたが、あんたたち強いんだな。噂通りだったぜ。頼んでよかったよ。噂？どんな噂ですか？ランドソルあたりで仕事を頼むなら、気空しか気空団を探してみろってやつさ。気空団なんてこのあたりじゃ最近とんと聞かなくなってたから安心半疑だったんだが、あんたたちを選んで正解だったよ。また何かあったらよろしく頼むな。はい、ありがとうございます。さっきの話すごいよね。私たちのことおすすめしてくれた人がいたんだ。最近は仕事を探しに行かなくても誰かが依頼してくれることが多いけど、まさか噂になってるなんて。今まで頑張ってきてよかった。これであとは気空艇を買えるだけのお金が貯まれば、ちゃんとした気空団になれるね。うん、それでいつか空へ冒険に。よし、もっともっと頑張るぞ。この退治終わり。次、荷物を海まで届けるよ。こんにちは。荷物を届けに来たんですけど。こっちです。どうもありがとうございます。あなた、新しい網が届いたわよ。あの、よかったらこれをどうぞ。これは町で作っている食べ物です。日持ちがいいものを選んできました。道中で召し上がってください。ありがとうございます。最後の仕
事は商人さんたちの護衛だよ。急ごう。ていやー、今のうちに早く。ありがとう、ここは任せたよ。あなたはあの人についてあげて。残りの魔物は私が何とかするから。私は大丈夫、任せて。はっ、たー。はぁ、今日はいっぱい仕事したね。護衛の仕事が最後でよかったよ。出さなきゃ全力が出せなかったかも。さすがに今日は疲れてるみたい。よいしょっと。どうしたの？ああ、ちゃんと歩けるから気にしないで。ほら、急がないと町に着く前に暗くなっちゃう。仕事量はいつもは受けられないな。私とあなたじゃなかったらきっと今頃二人とも倒れちゃってるよ。ねえ、あなたがジータ？ちょっといいかしら。私ですか？何でしょう？ええ、そうよ、気空士のジータ。そしてあなたたちは気空団でしょ？今日は話したいことがあってずっと探していたのよ。仕事の相談じゃなさそうですね。その通りと言いたいところだけど、ある意味仕事の相談よ。あなたたち、私たちのギルドへ入ってくれない？なるほど、ギルドに。え？どういうことですか？驚くのも無理はないわ。まず誤解しないでほしいんだけど、あなたたちが気空艇を持っていない気空団だからって哀れんで誘っているわけじゃないの。直球ですね。俺たちのギルドのメンバーはこの間50人を超えたところだ。50人？私たちはいくつもの馬車で各地を旅しながら仕事を受けるの。この町も明後日には立つ予定よ。仕事は巨大な魔物の討伐、大規模な大将の護衛と様々だ。厳しい仕事ばかりだが、その分稼ぎはいい。確かにそれだけの仕事になれば報酬もかなりの額になりますね。おかげでいつも危険と隣り合わせなの。
だからこそメンバーの選定は厳正に行う必要があるわ。ついてこられないメンバーを養えるほど余裕がなくて。君たちは最近の活躍から勝手ながらその選定基準を超えていると判断させてもらった。たった二人ながら素晴らしい結果を残しているね。ありがとうございます。そんなあなたと相棒の君にはぜひ私たちのギルドに入ってほしいの。俺たちにとっては戦力の拡充になる。君たちは報酬の額が増える。お互いにとっていい話だと思うんだが、どうかな。いきなりすぎてどう考えたらいいのかわからなくて。返事はすぐじゃなくて構わないわ。それじゃあまた。行っちゃった。どうしよう。私、今日は帰るね。あの人たちがちゃんと誘ってくれたから、私もちゃんと答えを出さないと。だから、しばらく考えてみる。これからのこと。それじゃあ、またね。どうしよう。まさかあんなに大きなギルドに誘われるなんて。あの人たちと一緒ならきっと今よりも大きな仕事を受けられる。いろんな場所を旅する仕事になるから彼の記憶の手がかりも今より見つかりやすくなる。私たちの目的を実現したいなら気空団を解散してギルドに入った方がいいんじゃ。その方が近道だよね。でも私なんでこんなに悩んでるの。どうしてあなたがここに。ありがとう。相変わらず頼りになる団員だね。ねえ、あなたも一緒に悩んでくれるかな。これから先私たちがどうするべきか。こんにちは。あら、こんにちは。その様子だと答えはもう出たみたいね。聞かせてもらえるかしら。はい、私たちはあなたたちのギルドには入れません。せっかく誘ってくれたのにごめんなさい。これがたくさん考えて出した私たちの答えです。理由を聞かせてもらえるかな。やっぱり父さんみたいに私たちの気空団で私たちだけの冒険がしたいんです。これだけはどうしても諦められなくて。わがままに聞こえるかもしれないんですけど、それでもこれが私の夢だから。決意は固いみたいね。残念だな。こんなにしっかりしてる子たちなんてそう見つからないのに。ごめんなさい。おいおい、あまり気にするな。あちこちを旅してる俺たちにとってはよくあることなんだ。でも真剣に考えてくれて嬉しかったわ。本当にありがとう。こちらこそ誘ってもらえて嬉しかったです。二人と一緒にやっていけないのは本当に残念だけど、譲れないものがあるのなら仕方ないわ。あなたの夢叶うといいわね。はい、ありがとうございます。それじゃあね。縁があったらまた会いましょう。行っちゃったね。あなたはこれでよかったの？やっぱりあなたはあの人たちと一緒に行った方が。ありがとう。あなたが一緒にいてくれたから自分の気持ちに迷わないで答えが出せたんだ。私の願いや夢を叶えるためだけじゃなくて、あなたの記憶も取り戻さないと。団員の願いを叶えるのも団長の務めだもん。
これからも一緒に二人で頑張っていこうね。聞いてきたんですけど。ああ、君たちが気空団か。よく来てくれた。君たちにはこの店を悪道一生会の嫌がらせから守ってほしいんだ。悪道一生会、最近ランドソルでいろいろな事業に手を広げ始めたっていう。奴らはこの店と土地を俺から奪い取ろうとしてるんだ。それで毎日嫌がらせを。おかげで商売上がったりさ。ひどい。わかりました。私たちに任せてください。おやおや、どうしたんですか。今日こそここを明け渡していただけますよね。誰。私は悪道医、悪道医商会の悪道医と申します。失礼ですが、あなたはそちらの方のお知り合いですか。私はジータ。この人のお店を守る依頼を受けた気空団です。気空団、そうですか。そちらも手を打ってきたと。我々考えることはとても似ているようですね。皆さん、出番ですよ。店主さんよ、おとなしく立ち退かないととんでもないことになるぜ。そこのガキ二人なんかに俺らの相手はできっこねえぞ。助けてくれ。こいつら悪道医に店の立ち退きを頼まれてるギルドだ。お願いだ、追い払ってくれ。店長さんは下がってください。ここは私たちが。これ以上勝手なことはさせません。私たちが相手になります。いい度胸じゃねえか。こっちも仕事だ。容赦しねえから覚悟しろ。お前らやっちまえ。壊されないように少しずつここから離れよう。どれ、いい加減くたばっちまえよ。このだけ付き合って。ガキ二人にいつまで手こずってやがる。こうなったら俺が蹴りをつけてやるよ。おいてめ、俺と一対一で決闘と行こうじゃねえか。決闘。ああそうだ、てめえが勝ったら店には二度と手を出さねえ。だが負けた時は店を渡して、てめえら気空団も解散してもらう。悪道医さんよ、別に構わねえだろ。どうぞご自由に。ただし万が一にも負けるのだけは勘弁してくださいね。そんな無茶苦茶な決闘受けちゃダメだ。何か仕掛けがあるに決まってる。わかりました、その決闘受けます。どうして。このままだといつかは人数の差で押し切られます。何かあるかもしれないのは
私も分かってます。でもこれは私たちにとってチャンスでもあるんです。たとえそれがどんなに少ない勝ち目でも取りに行かなくちゃ。少しは勝負ってもんを理解してるじゃないか。前に出てこい。行ってくるね。このコインが地に落ちた音を合図、決闘開始だ。いいな。分かった。じゃあ行くぜ。なんてな。コインで不意打ちを。もらった。しまいな。まだ何が気球弾だ。空なんて飛べもしねえくせに調子に乗るんじゃねえ。おとなしく地べたを這いつくばってろ。そんなことない。いつか必ず私たちは飛んでみせる、この空を。通りだよ。諦めちゃダメだ。だって私たちにはまだやるべきことがあるんだから。まだ終わってない。勝負は。まぶし、目くらましか。勝負はここからだよ。こいついつの間に着替えやがった。聞こえたよ、あなたの声。倒れそうだった私を支えてくれた。何？それで終わりだ。見つけた。何？今ので反撃を食らうわけかね。なんだあいつの拳は。早すぎる。一気に畳みかけるよ。奥義絶戦。ついたよ。まだ続けるか。やるっていうなら相手になるよ。終わりにするならそこで倒れてる男と一緒に早くどっか行きな。しっかりしてくれ大将。大将やってくれましたね。覚えておきなさい。ふう、危ないとこだったね。あれ、私何を。そうだ、あの人たちは。ありがとう。私勝ったんだよね。倒れそうになった後何をしたのかよく覚えてなくて。話し方も必死だったから気づかなかったけど、私そんなことになってたんだ。ちょっとずつだけど思い出してきた。何がどうなってるのかな。あの力を使いこなせるようになればきっともっとたくさんのことができるようになるよね。でも本当にどうやったんだろう。ひょっとしたらあなたが声をかけてくれたおかげかも。あの時はありがとう。すっごく心強かった。そうかもしれない。うん、きっとそうだよ。いつか一緒に空の旅に出て答えを探してみよう。
ジータさん、大丈夫ですか？今回は本当にありがとうございました。なんとお礼を言えばいいのか。本当にありがとう。そんな、決闘で負けそうになっちゃってすみませんでした。でも勝ってお店を守ることができてよかったです。今日みたいなピンチが乗り越えられたんだ。あなたと一緒なら空を旅できるようになる日もそんなに遠くない気がする。町まであと少しだけど、ちょっと休憩だね。今日はもう仕事もないし、戻ったら剣の修行に付き合ってほしいな。チラ、いいの？やった！あなたもどんどん強くなるけど、私だって負けないよ。実はね、この間の魔法みたいな力、ジョブチェンジって呼んでるんだけど、あれを使いこなすためにももっといろんなことに挑戦したいんだ。それには今よりももっともっと強くならなくちゃいけない。だから、ねえ、気のせいかもしれないけど、眩しくない？日差しが急に強くなってきたみたいで。違う、この眩しさ確か前にも。職員室はこっちの階段を降りた方が近いよね。正解？やったー！どうどう？もう学校の中はバッチリだよ。日本に来てもう1週間経つし、これくらいは間違いなくなったんだから。放課後はゆいやまことと一緒に買い物にも行ったし、日本の、そう、喫茶店にも入ったんだ。あとはね、カラオケ。日本のカラオケはすごかったな。うん、すっごく楽しかった。あ、ごめんね、私ばっかり喋っちゃって。この前のことが楽しくて、つい。あのね、さっきは言いそびれたんだけど、ノート、一緒に運んでくれてありがとう。あなたは現実でもアストルムでのあなたと変わらないんだね。はあ、やっとゆっくり話せるよ。いつもの休み時間はみんなとお話しするのが楽しくて、あっという間に終わっちゃうんだ。でもね、本当はあなたともゆっくり話せる時間が欲しくて。だってアストルムと現実、どっちの私も知ってるのはまだあなただけだから。なのにあなたは放課後だってすぐにどこかへ行っちゃうし、本当はね、あなたにこの町のこと教えてほしくて。そうだね、放課後になったらどこかへ連れて行ってほしいな。もしかして忙しい？とっておき、本当に？やったー、嬉しいな。放課後、約束だからね。早く放課後にならないかな。あれ、職員室ってどっち？お待たせ。じゃあ行こっか。寄り道？いいよ、どこに行くの？この前の日曜日にユイたちに連れてきてもらったけど、ねえ、あの赤い車、この前はいなかったけど知ってる？クレープ。ああ、あの車で売ってるんだ。じゃあ味はあなたのお任せで、ここで待ってるね。なんだか不思議だな。いつもは私がついてきてもらってるからかな。店員さんと仲が良さそう。もしかして常連さんなのかな。そういえば
後ろ姿をずっと見てるの初めてな気がする。横に並んだり背中を預けてばっかりなんだ私って。おかえり。チョコバナナで合ってる？じゃあこっちをもらうね。いただきます。うん、おいしい。ただすっごくおいしいわけじゃなくて、でもおいしくないわけじゃないっていうか、普通。そう、普通だね。ちゃんと褒めようと思ってるんだよ。でも普通以外になんて言えばいいかわからない味で。なんで笑うかな。全部食べたけどやっぱり普通だった。何なんだろうあのクレープ、すごく不思議な味。そろそろ時間？ようやくあなたのとっておきの場所に出発だね。どんなところなんだろう。ワクワク。わあ、展望台だ。見て、夕日がもうすぐ沈みそう。綺麗。ここが、この景色があなたのとっておきなんだね。だから公園に寄り道してクレープを食べたんだ。ちょうどいいタイミングでここへ来られるように。ありがとう。あなたのとっておきを教えてくれて。故郷で見てたのとは少し違うけど、夕日が綺麗なのは変わらないね。懐かしいな。この場所すごく素敵だね。いつかあなたにも私の住んでた町のとっておきを見せてあげたいな。せっかく私の故郷に行くなら、途中で他にもいろんな場所を旅したりとか。あなたはどう？だよね。アストルムみたいにいつか現実でも世界中のいろんな場所を冒険したいな。あなたと一緒に。どうだった？あたしからの贈り物、いい夢だったでしょ。あんたのとっておきの場所ね。まあ悪くないんじゃない。あの子も喜んでたみたいだし、二人でいろんな場所を冒険なんて楽しそうじゃない。その願いあんたに叶えられるのかしら。まあ頑張ってみなさい。それじゃまたね。私また眠っちゃってたの？おはようって言ってもそろそろ太陽が沈みそうだけど、さっきね、夢の中ですごく綺麗な景色を見たんだ。この夕日と同じくらい、それ以上に綺麗なとっておきの景色よ。あんなのがたくさん見られるなら夢の中の世界を冒険するのも楽しそうだな。私何言ってるんだろう。この世界だけでも広くて全然回りきれてないのに、夢の中まで冒険するならすっごく大変だよね。それでも大変だとしても、広い世界のいろんな場所をもっとたくさんこの目で見てみたいな。あなたと一緒に。